よし、おはようございます、深山です。今日はですね、ちょっと見たい映画が11月めちゃくちゃ溜まってて、なので2本ほどちょっとはしごで見てこようかなっていうふうに思います。ちなみに今日はちょっと久々に外での撮影はこちら ZV-1 で撮ってこようかなと思います。これ持ち歩いてると容量の心配しなくていいんですよね。 iPhone って結構動画、特にプロレスで撮影するとめちゃくちゃ容量食うので、結構あれ容量大丈夫かなってついつい心配になっちゃうことが多いので、今日はちょっとこの ZV-1 で容量の心配なくバシバシ撮ってこようかなっていうふうに思います。ちなみに今日の全身のコーディネートはこんな感じです。これ多分動画で初出しな気がするんですけど、ローズバッドで買ったミリタリー風のドレスコートですね。コートというかジャケットって言った方が素材感的には近いかもしれないんですが、これめちゃくちゃ長いんですよ。私身長168センチなんですけど、これ足首近くまで長さがあって、結構ですねドレッシーな感じが出せたりするので、素材感カジュアルなんですが、こう全体的にバランスが取れていいなっていうことで結構気に入ってます。今日はちょっとこのコーディネートで映画楽しんでこようかなっていうふうに思います。それでは行ってきます。じゃじゃん、なんとですね、もう何回目かわからないドクターマーチンのブーツを散財購入しておりまして、今日はですね午後出かけるので、その時に履いていくように今ちゃちゃっと開けちゃいたいなと思います。オープン、じゃじゃんといつも通りの包装紙に入っているんですが、まずはこちら側からいっちゃいますか。今回ですねちょっと短めのブーツを購入したんですが、それがですねこちらです。じゃじゃーん、あ反対側だ、内側をちょっと置いてますね。これです、かわいい。これ両サイドにジッパーが
ついてる感じのショートブーツ買ってしまいました。もう何足目って感じなんですけど、ここのジッパーのシルバーラインがめちゃくちゃかっこいいなっていうのと、あとここですね、このかかとのちょっと上あたりについてるこのシルバーのポチッとした感じのアクセントをめっちゃ好みって思って、しかもシンプルですっごい使いやすそうだったんですよ。しかもこれジッパーがついてると履きやすいんですよね。なんかそれもあって、あれこれ買っとかなきゃなやつじゃないと思ってもう何足目か本当に分かんないぐらいドクターマーチンのブーツ持ってるんですが、今回もですねこれちょっと逃したら後悔しそうということで購入してしまいました。やばい、かわいい。あ、ちょっと待って、ここのファスナーのところにちゃんとドクターマーチンって刻印入ってますね。やばい、これかわいいな。わかりますかね、あとアップで見るとここにもドクターマーチンの刻印、あとこっちにも DMS のドクターマーチンズの刻印が入ってます。いや、こういう細かいところまでちゃんと仕事が来てるのがいいですね。で、この後午後これ履いていきたいので、一旦ここの梱包材は抜かずにこの状態のままこうシューッと防水スプレー今かけてこようかなと思います。防水スプレーかけるだけでだいぶ汚れもつきにくくなりますし、あともともとドクターマーチン雨には強いんですけど、さらに雨に強くなるような感じなので、今ちょっとベランダの方でかけてきちゃいたいなと思います。よし、今日はですね11月の11日ということで金曜日なんですけど、なんとですね新海誠監督の新作スズメの戸締まりと MCU の新作ブラックパンサーワカンダフォーエバーのなんと2作が公開される日なんですよ。なので今日はちょっとその2本をはしごで見てこようかなっていうふうに思います。ちなみにコーディネートはこんな感じですね。全身真っ黒コーディネート、どちらかといえばブラックパンサーワカンダフォーエバーにちょっとあやかった感じでオールブラックコーデにしてみました。で、外での撮影はこの前に引き続き ZV-1 をちょっと持っていこうかなっていうような感じです。カメラストラップをこれですね、他のバッグについていたトポロジーのブラックのシンプルなやつに付け替えてみました。このオールブラックコーデにこの赤のタグが結構いい感じのアクセントになってくれてるんじゃないかなと思います。よし、ということで時間に余裕があるうちにサクッと家を出てこようかなと思います。それでは行ってきます。
じゃあじゃーん、ちょっと不要品類をまとめて処分しようかなと思い、デスクの上にザザッと載せてみました。まずはこれですね、本とかいろいろまとめてあるんですが、この辺とか前の会社員時代の時とかに読んでた技術系のやつとかが結構いろいろ入ってたりとかしてて、まあもうこの辺も読まないかなっていうのと、また読みたくなったら新しいやつが出てると思うんで、必要になったら買おうと思って、ちょっと今手元に持ってるやつは全部売却することにしましたと。で、小説系とかももうこの辺は十分楽しんだかなっていうのがあるので、一旦売りに出そうかなと思います。で、ガジェット類ですね。この辺パソコンの周辺機器とか、あとこのソニーの WF-1000X Mark III とかも、もうさすがにこれで比較検証とかすることないかなっていうのがあるので、一旦手放そうかなと。あとキーボード類ですね。これとかちょっと面白い形のキーボードだったりしたんですけど、蛇腹でくるくるくるっと巻いて持ち運べるキーボードとか買ってはみたんですけど、なんかいまいち打ち心地とかにしっくりこず、全然まだ使えるんですけど、まあちょっともう使わないかな私はっていうのがあるので、ちょっと手放そうかなっていうふうに思ってたりとかしますと。あとはこの辺の細々したものとかも、もうちょっと一挙売却で行っちゃおうかなっていうような感じで、この楽天コボグロー HD とか、これですね、コボリブラ H2O とか、これももう今最新型持ってて、この古いのは使わないので一旦もう処分しようかなっていうのと、これめちゃくちゃ懐かしい、多分 ASUS のネクサス7だったかな、これとかも10年ぐらい前結構お世話になったんですけど、まだ動くんですよこれ。まあ、ただやっぱ使わないんですよね、 iPad 持ってると。なのでこれも処分しようかなっていうような感じですね。まあ、あとこの辺の細々としたガジェットとかイヤホンとか、まあ、売れるかわからないんですけど、ちょっとまとめて引き取ってくれるところがあるので、そこに送ろうかなっていうような感じで、で、この ZOZO タウンのこの段ボールの中はですね、イニシエのゲーム機がいくつか入っていて、じゃじゃんとこんな感じで PS3 のコントローラーと、あとこの奥に PS3本体がいたりとか、あと DS ライトとかが多分どっかの隙間に、あ、いたいた。これとかもまだ動くは動くんですけど、さすがにもう手元に持っててもなっていう、 3DS もあるし任天堂スイッチもあるんで、ちょっとこの辺もまとめて処分しようかなっていうような感じですね。で、あとは買ったもののサイズが小さくて履けなかったちょっと可愛いブーツとか、この辺も全部まとめてちょっと今回売却しちゃおうかなと思っていて、それがですね、これなんですよ。このポレットっていう、なんか中古買取サービスって言えばいいんですかね。これこんな感じでゲーム本、あとガジェット類とか、まあ、映画の DVD、ブルーレイとかおもちゃとか、なんかいろいろ引き取ってくれるんですよ。あと洋服とかも、なんか定価が5000円以上とか1万円以上とかであれば、確か引き取って、まあ、買取してくれるみたいなサービスなんですけど、まあいろいろチェックしたところ、絶対、あれですね、あのメルカリとかで一個一個売った方が圧倒的にあのお高く買い取ってっていうような感じになるかなと思います。これはもう本当に、なんか捨てるのは忍びないけどまだ使えるし値段がつくかもみたいなものを送るのに、まあ、良さそうな感じでした。実際使った方の感想とか見てみると、まあ、なのでちょっと今回はこのポレットの段ボールに、まあ、今見せたこの辺りをザザザザザッと詰め込んでいって、でもお昼には回収が来ちゃうので、ちゃちゃっと全部入れていこうかなっていうふうに思います。じゃじゃん、こんな感じで無事あの山ほどあったガジェット類やら本やらが詰め終わりました。一番大きいサイズの段ボール頼んだんですけど余裕でしたね。で、また頼みたいものがあったらこれ無料で回収してくれるんですよ。この箱も送ってくれるっぽいので、またちょっと不要なものがたまったらまとめて送ってみようかなと思います。
あとポレットには入れなかったんですが、この辺のカメラ機材系とかも実は買い取りに出したいなと思っていて、例えばこれ私が初期の頃にメインカメラに使っていたソニーの α6400 っていうミラーレス一眼だったりとか、あとこれ用のレンズですね、この辺のシグマとかのレンズとか、あとソニーの写真撮影に結構いい感じの純正レンズとか、あとこれDJI アクション2っていう、まあ、アクションカメラなんですけど、これ見た目も可愛くてかなり使い勝手も、まあ、いいものではあるんですが、私の場合はですね、こちらじゃじゃん、 DJI ポケット2を持っていて、ぶっちゃけですね、もうこれに慣れすぎていて、アクションカメラっていうともうついついこれを持ち出してしまうんですよね。なのでせっかくいいカメラではあるんですが、この DJI アクション2ちょっと持て余しちゃってるので、まあ、これも今回ちょっと買い取りに出そうかなっていうふうに思ってます。で、なぜこれだけのガジェットとかカメラ機材をこんなにまとめて買い取りに出そうと思っているかと言いますと、じゃじゃんじゃじゃじゃん、なんとですね、今回新しいカメラ、あとレンズを買ってしまったんですよね。で、これは本当にあの散財購入っていうよりかは割と必要なものだなっていうのがあって買ったものではあるんですが、やっぱりですね、カメラっていうともう今円安っていうこともあって結構なお値段がするんですよね。まあ、なのでちょっと少しでもこう資金の足しになってもらえればなということで、まあ、今回このあたりの子たちとはお別れしようかなっていうような感じです。はい、ということでちょっとこの辺のカメラも、まあ、不具合がないかとか早めになんかチェックしとかないといけないので、今日ちょっとサクサクっと開けていっちゃおうかなっていうふうに思います。で、今回がこのカメラ本体とあとレンズと撮影用のちょっとした小物を購入したんですが、とりあえずこのもうカメラ本体からサクサクっと開けていっちゃいたいなと思います。よいしょよっと、よっと。では、いざ、オープン!じゃじゃんと、ここにシネマラインと書いてあるので、もしかしたらもうわかる方はわかるかなと思うんですが、今回もですね、こちら、ソニーのカメラを買ったんですが、これです!シネマライン FX30 を今回購入いたしました!これはどちらかといえば動画撮影にゴリゴリに特化したミラーレス一眼ですね。今これ、撮影に使っている α7-4 とかとほとんど同じような色の設定で撮影することができるので、いざこの α7-4 が壊れた時のサブ機っていうのが、まああんまりない状態っていうのが怖いなっていうのもあったので、まあ、その辺もいろいろ考えて今回この FX30 購入したっていうような感じですね。ということでサクサクっと開けていっちゃいましょう。ではいざオープンよっと。はい、中身はまずは同梱物系ですね。これはどう開けるのが正しいんだろう。こうかな。まずは保証書とかの説明書類が入ってるよっていうのと、でもう一つこちらが USB-C2A のケーブルですね。給電とかデータ送信とかにも使えるタイプのケーブルが入ってましたと。で、多分この下がカメラ本体になるんじゃないかなと思うんですが、よっと、あ、すごい、結構厳重に包まれてますね。多分これがカメラ本体だと思うので、もうこっちから開けていっちゃいましょうか。あ、すごい、バッテリー入ってないのかな?めっちゃ軽い!はい、ということで、肝心のカメラ本体のお披露目いきたいと思います。せーの、オープン!おー!やばい!かっこいい!わー、これが FX シリーズの筐体なんですね。うわー、このシンプルさ!やばいです。めちゃくちゃかっこいい。このちょっと光沢のあるグレーが、また何とも言えない、かっこよさを醸し出してますね。で、このグリップの部分が黒っていうのもまたちょっといい感じのアクセントになってますよね。電源ボタンがここについてるんだ。あ、え、すごい。しかも電源ボタンめちゃくちゃ硬い。多分撮影中とかに間違っていじって切ってしまわないようにすごく重く作ってありますね。まあ、あとこちらが映像撮影に特化した筐体っていうのがあるので、この辺ですね、リグが組みやすいようにネジ穴が結構たくさん開いてるのも特徴の一つかなっていうような感じですね。で、今回購入したこの FX30 なんですが、これはですね、FX3 と見た目はほとんど変わらないんですけど、中に入ってるセンサーサイズが APS-C っていうちょっとちっちゃめのセンサーになってます。
そんな感じですね。なのでフルサイズ用のレンズとかつけた時に画角はこう一気に狭くなってはしまうんですが、まあ、その分結構価格が抑えられていたりとかするっていうような感じになってますね。でこちらの FX30 用に購入したレンズの方もサクサクっと開けていきたいなと思います。よし、では開けていきましょう。よっよっと、ではオープン。あ、すごい、ちゃんとビニール袋に包まれてます。よし、ということで今回購入したレンズがこちらです。ソニーの純正レンズですね。 15mm の単焦点レンズを購入しました。これがですね F1.4 のレンズなのでめちゃくちゃ明るく綺麗に撮れるっていうのと、あと私がこれ今撮影に使ってる α7-4 も単焦点レンズでどの動画も撮っているんですよね。まあ、なので単焦点に慣れてるっていうこともあるので今回これにしました。ということでちょっと中身サクサク見ていきましょう。ではいざオープン。おー、すごい、あ、やっぱ軽いわ。めちゃくちゃ軽いっすね。やっぱ APS-C 用のレンズってこんなに軽かったっけってぐらい軽いですね。すごい。そしてちっちゃい。で早速こちらの FX30 本体にレンズ取り付けようかなと思うんですが、その前にですね一応このレンズ部分のところに傷つかないようにフィルターだけ先につけちゃおうかなと思います。ディスプレイにガラス保護フィルムが無事貼り終わりまして、でバッテリーについても充電満タンのものを中に入れてある状態になっていて、でレンズの方が保護フィルターしっかり装着できたので、そろそろですねこの FX30 の本体にこちらのレンズはめていこうかなと思います。ということでちょっとレンズ交換中はここのセンサーに汚れがつかないように黙って静かに作業しようかなと思うのでしばしお待ちください。ではいざ。よし、じゃじゃーん。ということでレンズが無事装着完了しました。どうでしょうか。わー、これすごいな、コンパクト、そしてめちゃくちゃかっこいい。いやー、このなんかシンプルなのに武骨な感じたまらんですね。なんかやっぱこの光沢のあるグレーとこのレンズのブラックがなんかいい感じの自然なバイカラーになってて個人的にはめちゃくちゃ好きですね。で FX30 は内蔵マイクがここについてるんですよ。で外で撮影するときはこれこのまま剥き出しだと風切り音が思いっきり入ってしまうので、じゃじゃん、これが内蔵マイクで音収録するときにめちゃくちゃ役立ってくれる撮影小物になっておりまして、それがこちらですね。ウィンドスクリーン、あの風切り音防止のモフモフなんですよ。しかもこれ本当はですねニコンの Z30 用の撮影周辺機器なんですけど、なんとですねここ FX30 の内蔵マイクにこれがですねピタッとはまるらしいんですよね。ということでちょっと装着してみます。ポチッと、おー、すごい、ぴったり。え、すご、ここにまさに内蔵マイクがあったんですけど、すごいですね、ドンピシャな位置にはまりました。うわー、これはいい。しかもこれここのモフモフの色味がここのダークグレーの色とあとこのレンズとか持ち手の部分のブラックとめっちゃ相性良くないですか。めちゃくちゃかっこいい。これで風切り音もしっかり防止できるんだったら外で使う用のサブ機としてめちゃくちゃ良さそう。超好き。やばい、これめっちゃテンション上がるな。今日ちょっと夕方出かける予定があるのでちょっと早速外で使ってこようかなと思います。うわー、これいいわ。しかも触り心地がいい、ちょっとしっとり系のモフモフですね。はい、ということでもう設定とかもろもろしてたらだいぶいい感じの時間帯になってしまったんですが、ちょっとですね見たい映画が一本あるので今日ちょっと映画館行ってこようかなと思います。でついでにですね外の夜間撮影テスト、暗所撮影テストにもなるんじゃないかなっていうのがあるので早速この FX30 持ち出していこうかなっていうような感じです。それでは時間に余裕があるうちに行ってきます。